こんにちは、フログレビューチャンネルです。今回はスイート2月号の付録、小島春奈さんのブランドハーリップトゥーとコラボしたポーチを開封していきます。この動画を見て気に入っていただけましたら、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。またこの付録を購入された方がいらっしゃいましたら、使用した感想などをコメント欄で教えてください。開封してほしい付録のリクエストもぜひコメント欄で教えてください。スイート2月号の特別付録はハーリップトゥーボックスコスメポーチです。今回のポーチはボックス型、梱包時はファスナーを開け広げた状態で箱に入っています。くすみカラーの淡いピンクが上品なレザー調素材、表面もツルツルせずマットな仕上がりで上質感があります。ゴールドのファスナーもデザインのアクセントに、ファスナー周りも外生地と同じカラーでまとめられています。ゴールドで箱押しされたハーリップトゥーのロゴ、肉厚なレザー調素材に繊細なロゴのデザインが映えています。部分的ですが、開封時はファスナーの跡がついたような場所がありました。きつい跡ではないので、ポーチに物を入れたり開閉したりするうちにあまり目立たない状態になっていました。閉めた状態でサイドから見ると四角い形、旅行のバッグなどにもすっきり収まるフォルムです。後ろ側、こちらには傷や癖などはほぼついていませんでした。使い始めた時にはファスナーを閉める際に内側のパイピングテープが当たり、少し閉めづらい状態でした。何度か使ううちにスムーズに閉められるようになりました。ダブルファスナーでサイドの底面の方までぐるりと開くようになっています。通常のコスメポーチよりは開けるのにやや手間がかかります。開くとフルオープンの状態になり、上から中をすべて見ることができます。内側もくすみピンク、ツルツルしたポリエステル生地が使われています。チェリーの総柄プリントのかわいいデザイン、ポーチを開けた際横から物が飛び出さないようになっています。サイド部分は生地が二重になっています。中央の仕切り部分は硬さのある素材、サイド部分のみ本体につながっており、底部分はつながっていません。
メイン収納はスキンケアアイテムやヘアブラシも入る街の広い設計。スキンケアのボトルを入れる場合、高さ約16センチメートルくらいまでなら入れることができます。一つのスペースにボトル2本を横並びで入れるのはスリムなタイプでないとうまく収まりません。化粧水と一緒にジェルや洗顔フォームなどの通常サイズのチューブなら横並びで一緒に入ります。メイクポーチとして使う場合、メイクブラシやアイライナーなど細長いアイテムも余裕で入るのですが、ポーチを閉じて動かすと他のアイテムと混ざってしまいます。使いやすかったのはフルオープンの状態でも素材がペラペラしない点。肉厚素材でスキンケアアイテムなどを出し入れしても形が崩れないのは便利でした。片側には小ぶりの内ポケット付き、入れ口にゴムなどはついていないため、メイン収納に入れたものが少ないとポケットの中身がポーチ内に出てきてしまいます。このくらいたっぷり入れるとポーチを閉めて動かしてもポケットの中身が出てきませんでした。ちなみにメイン収納は歯ブラシでも入る長さ。くるくる丸めたフェイスタオルも入るので旅行でも使えそうです。マスクも入るサイズ。奥の収納スペースの白いマスクは通常タイプ M サイズ。ベージュのマスクは立体タイプ M サイズで、畳んだ状態だと少し長いのですが、こちらも入りました。除菌グッズ、保湿アイテムも一緒に入ります。大容量のコスメポーチ、たくさん入れる場合はヘアブラシやスキンケアボトルなどの大きなアイテムを底面に入れるとポーチが締めやすくなります。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。